はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース2続きをやっていきたいと思います。PSP をね、中古でちょっと買い直しましたので、まあ、今回からね、スティックによるバグ等は起こらないと思います。まあ、快適なイースライフを、やっていきたいと思います。で、バーンドブレスだっけ、まあ、溶岩地帯からに、なります。前回はね、ノルティア氷壁の、寒いところでしたけれども、一気に変わって溶岩地帯ということで、ちょっと上の方かな、誰かに見られているような気配を感じる。すげえな、そんな気配感じるんだ。女神像があるじゃん。女神像は別に気配とは関係ないのか。気配は一瞬で消えてしまった。なんか敵の偵察部隊かな。アドルが導きの巻物を広げると、文字が浮かび始めましたと。まあ、大して役に立たないんだよねこれ。勇者よ、よくバーンドブレスまでたどり着いてくれました。この灼熱の溶岩地帯は独身感が魔物たちの足を鈍らせるために作り出したものです。環境を変える結界は私たちにとっても辛いものでしたが、安全を確保するためにはこの方法しかありませんでした。サルモン神殿に行くには灼熱の溶岩地帯を抜けるより他に道はありません。この辺りにはあなたの力になってくれる人ではない協力者がいるはずです。この地に残る魔法の品々や神官に授かった魔法が役に立ってくれるでしょう。でお願いです、サルモン神殿へ来てくださいと。で左も行けそうだけど、こっちも行けないか。じゃあ左の方へ行きましょう。でまだ敵らしい敵、あいた。ちょっと待って待って、消えるんかい。ちょ強くね、ちょ待って待って待って、強くね。今何装備したっけ。回復できるやつにしよう。あ、これ追撃のやつか。一発だけだよね食らったの。30近く減ったな。これはちょっといきなりレベル上げが必要か。ノルティア氷壁は別にそんなに低レベルでクリアした感じはしないんだけどな。ちょっともう一匹敵と遭遇して、なんかすげえきつそうだったら早速ですけどレベル上げに走りたいと思います。あ、こいつはまた別のやつだ。硬そう、硬っ。この消えるのが鬱陶しいね。特に何もなし。まあ、でも進んではいけそうか。ファイヤー、そうだ、出撃しねえんだ。全然変ねえよファイヤー。このまま斜め戦法で。ああ、大丈夫か。扉に入っちゃおうかなと思ったけど、てか強っ。でも経験値もすげえ手に入るわけじゃないね。もう1レベルくらい上げときたいな。まあ、いいか、先へ進んでいきますか。狭いところでいきなりなんか敵が出てきて死んでしまいそうな気はするけど、あれ何これ、鉄鉱石。鉄鉱石って最初の町に持ってけばなんかまた新しいの作ってくれるのかな。ここは鉄鉱石だけ。ずいぶん端っこにあったな。一応隅々まで探索をしてから次のマップへ行きましょう。ここはなんか大丈夫か、敵が、いる。あ、いてててやべ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 。ちょ待って待って待って、なんだっけ。あ、魔法が、あ、これで変えられるのか。OK、 魔物になった。これでファイヤーか。いや全然ダメじゃん、全然減ってないよ。普通に攻撃した方がいいわ。狭いところだとね。え、キンキンキン、え、敵違う。いや全然倒せねえよこれ。一匹倒すのにどんだけかかんだよ。火力が足りない。いや経験値もちょっとしか手に入んないんだけど。え、無視する方向がいいのかな。で無視し続けてもね、結局レベルが上がんなくてっていうことになるんで、2体とかも無理なんだけど。ちょっと待ってね、ちゃんと
斜めから対処していこう。やべえ、この斜めだったらね、とりあえずなんとかなる。上のやつは引っかかってるから、この間に一匹始末する。ダメだ、こいつら倒したらちょっとレベル上げに走ります。2レベルくらい上げたいよね。そうすると OK。 じゃあすいません、レベル上げします。あれ、なんか変なとこ出てきちゃった。敵が違う、こいつも強えな。でももう全然経験値たまんなくなってきたんだよね、さっき1レベル上がって。あれ結局ここに来た。あれ、どうなってんだ。進んでんだか回り道をしてんだかよくわからない。敵はもう完全にこれ変だ、スコーピオンみたいなやつになったな。相変わらず強いけどね。あ、痛い30くらい、やべ死ぬ撤退。あ、やべ、ただこいつは倒す。安全を確保して回復しよう。やっぱりもう1レベル上げる必要はあるね、これ。鉄鉱石を渡しましょう。あれ、上のやつに渡すのか。あ、鉄鉱石3000ゴールド、まあいいでしょう。これでなんか買おう。剣って今どうなってるんだっけ。タワールが最強だよね。ちょっと自分の装備を確認しよう一回。あー、なるほど、ロングソード2番目のやつか。でプレートメールだけは持ってんのか。盾と剣だね。いくらだ今。1万3000円あるから、でも剣を買えばさ、だいぶ変わるんじゃないか。5000円安っ、買おう。じゃあ盾も買おう。剣が5000円だったから6000円。まあいいや、あの3000円の鉄鉱石がなかったら買えなかったな。もういいや。よし、これでだいぶ違うんじゃないか。あとはリリアの家でちょっと一回寝て、95から105。よし、これで装備はバッチリだ。これまたさ、歩いてさ、あそこまで行かなきゃいけないんだよね。それがきついよな。リリアの家どこだっけ、ここだっけ。リリアはいなくなってんだっけ。これさ、いつになったらこのワープ地点増えんの。ラッスの村から、あ、おばさんに話さなきゃいけないんだっけ。休養を取ると。よし、じゃあこれでちょっとバンドブレスに戻りましょう。ではここですね、硬い敵がいたところになります。で、来るまでの道中の敵はもうだいぶ柔らかかったんで、こいつはどれくらいで倒せるか。ちょっと待って。でもそれなりだな。硬いっていうのを考えれば、だいぶ楽にはなったね。進んではいけそう。でもこの硬いところに進んで、ちょっと待って、また新しいやつが出てきた。カメレオンマンみたいな。魔法は全然効かねえわ。魔法使ってても一応回復はする。あ、そうだ、貯められるんだった。どうなの、結構減った。ほら、よし、これで3体。ちょっと怖い。いって、あ、カメレオンはやっぱり柔らかいか。あの変なふんころがしみたいなやつが単に硬いだけだね。いや、硬い、結構硬いや。
いやでも全然違うわ、進んではいける。ちょっと回復しながらにはなるけど、で石の靴を装備してたんだけど、すぐ回復できるように薬草にしておきましょう。こっちはなしか。で敵はいたらできるわ、殲滅はしたい。待って、いっぱいいる、いっぱいいすぎでしょ。でもデブラゲにはここ持ってこいだな、敵がいっぱいいるから事故死する可能性があるけどね。あと1レベル上がってくると相当楽にはなりそうなんだけどな。しっかり回復して1回復してないけど、え待って、猛毒のガスが充満している。これ以上進むのは危険だ。あ、これこっちじゃねえんだな。じゃあ何かを手に入れなきゃいけないんだ。ま、この世界に多分ガスマスク的なものはないから、そうするとさっきのなんかサソリみたいなやつがいたところの方に行かなきゃいけないのかな。硬い、ちょっと待って、両方相手にしなければいけない。じゃあ結局さっきのサソリ地帯か。しっかり回復はして、これ精霊の衣だっけ、取ってない人マジで地獄だよね。ないとクリアできないでしょ。右側にもあるんで、あれどっかじゃない、こっちからなんか分かんなくなっちゃった。ちょっと待ってね、ここから来てで下の方、ここはここは一回戻っていいんだっけ。でこっちか、こっちから行くとサソリ地帯に行ける。ちょっとでも経験値を稼いでいく。上に進んで、いやこいつらはもう雑魚だな。だいぶ楽になった。でここか、ここがサソリ地帯か。サソリなんだかよく分かんない。よし、結構楽に倒せるようになったな。じゃあこっち側を進んでいこう。ファイヤーの魔法をさ、こう溜めておいてさ、そっから倒しにかかるっていうのは効率いいんじゃないか。溜めてファーってやって、ちょっと待って食らってしまった。まだ大丈夫か。こっち、こいつ硬いやつだっけ。硬いやつ、あ、硬いやつだな。あれ自分どこをどう進んでんだ。もうちょっと左の方も見ておきたい。右なんか扉がありそうだったよね。扉っていうか、あれなんか落ちてる。これ敵ってなんか落ちる。よし、レベルアップ。あれ落ちてない。あ、敵と残骸か、試算した残骸か。これでどうだ。おお、危ない。なんか楽になったんだかなってないんだかよくわかんねえや。大して変わってないぞ。あれ、こっちから来た。進んでんだか戻ってんだかよくわかんねえな。どうだ、なんかちょっとロードが長かった気がするけど。ああ、待って、え、ね、これ溶岩の村あったな、そんなの。気になる。実はこの前ノルティア氷壁近くまでちょっと涼みに行った。こいつすげえな。あのモンスター軍抜けたのか。女神様の像がある。あ、妙な気配感じた。魔物のような、魔物でないような。きっと何かいるぞ。なんとかおびき出せないかな。マジか。こ
この辺りも魔物だらけになってしまった。そのせいか神の使いと呼ばれるルーをすっかり見かけなくなってしまった。一体ルーたちはどこへ行ってしまったんだろう。なんか不器用みたいなのあったっけ。これ溶岩のとこに住んでんのか。赤毛ルバ、俺は評判ルーバ。アドルは自分の名前を付けた。そうか、アドルというのか。残念だが橋を架ける機械を魔物に壊されてしまった。当分の間は治りそうもない。今は橋を架けることはできない。いや、なんか毒ガスのあれん、なんだあんた。いや、なんでもねえ。カシム、怪しいやつだな。お前さんか。え、なんだこいつか。超怪しい。一人で村の外に決して出ないこと。最近魔物の数が増えています。子供は目の届くところで遊ばせましょう。よそ者野郎、僕に話しかけないでください。嫌われてんな。あなたは家を漁るか。人がいない。火をつけたまま外出しているのか。危ないな。ここはなんか武器の表示とかなんかプレートはついてるよね。なんでもなさそう。キャッ、赤毛。お、猫。なんだ、勝手に人の家に入ってくるんじゃない。まあそりゃそうだよね。ごもっともです。武器屋的なものないかな。あんた頭が血だらけだよ。真っ赤かじゃないか。すげえな。赤毛がどうとか誰か言ってなかったかね。タルフだかルバのためにとかなんとか、魔物がどうのとか、はて何だったかの。おじいちゃんが外は危ないからお家から出ちゃダメ。タルフと遊びたいな。ルバのおじちゃんはタルフのこと聞いても何も答えてくれない。なんか変だ。レックス、こやつのことか。なんかもうすでにあれだね、魔物から情報が回ってきてるね。指名手配的な感じなんだろうな、確か。この家入ってないよね。赤毛。てまあ確かにね、勝手に家に入ってきたからね。それは完全にこっちに火があるから。出て行かざるを得ない。これで一応全部、見て回ったは見て回ったかな。で、街の中には有益な情報はなさそうだったので、こいつが言ってたあれだね、女神像のところだね。え、歩いて帰んなきゃいけないの。ちなみにさ、これ新しく溶岩の村って、ああ一応出てんね。でもあれって最初だったよね。あそこまで戻るか。じゃあここか。やはり何者かの気配を感じる。こうで、これでどう。そういうことではない。こうやって魔法を使ってるな。魔力減ってってるわ。もう一回外に出て、でここ、やはり何者かの気配を感じる。こういうことではないのか。ちょっとどうすればいいんだ。猛毒これで乗り切れるとかあるかな。ちょっと攻略見よう。なるほど、女神像がある右側の壁付近で邪悪な鈴を使うのか。壁って何、ここでいいのかな。邪悪な鈴、はい。遠くから小さな足音が聞こえてきた。あ、いた。いや、これわかんねえわ。攻略サイト見ねえとわかんねえわ。あ、なんかあれだね、ライトじゃなくてこれ。乱暴な魔物に追い立てられてここで隠れて暮らしている。僕らは争うことが嫌いな種族。何日か前、人間の男の子はガスの吹き出す通路の方へ連れて行かれるのを見ました。え、毒ガスの向こうに行くにはどうすればいいかって。君も随分と物好きなルーだな。
そこにある木の葉っぱを持って行ってごらん。それで口と鼻を、覆えば毒ガスも防げる。葉っぱ？あ、あれか。外は悪い魔物がいるから危険だぞ。しかしあれだ、紳士はいつでも冷静に。それが紳士七か条の一つなのさ。常にクールな俺だぜ。俺みたいだな。ドダの葉っぱを口に当てると毒ガスの中でも息ができる。これか。ドダの葉を手に入れた。実もなってるよね。休んで一回。はい。え？そうやって休むの？どこでも休めそうな気がするんだけど。ネルーネルーだから寝てんのか。秘密だよ。あのね、ブルース兄ちゃん物覚えがすごく悪いの。しかも自分の都合の悪いことは半日も覚えてないの。ブルースって誰？プルート。まあいいか。ロダの葉を手に入れたんで、これで毒ガス地帯を抜けることができますね。ちょっとじゃあ毒ガス地帯まで行きますか。これ装備しないといけない。ちょうど口が隠れるくらいの大きさでいい香りを漂わせている。これでいいのかな。あ、なんか大丈夫そうだね。え、これね、あ、すげえ道が小さくて見えなかった。これはこれで終わりか。あっちに行けるけど、こっちの方も見てみよう。あ、行けるな。ちょっと先に下の方の通路から行きますか。こっち側。ん？これまたルーの住みか。げっ！溶岩魔人みたいなのがいる。やべ、攻撃力高えな。一発食らうとかなり減るんだけど。でも装備はバッチリなはずだからな。ランスの村に売ってるものは最強装備にしてきたんで。あれ、何これ。あれ、なんかいる。 なんだこいつ。これ何。石像の額に黒い真珠が埋め込まれている。取りますか。はい、黒真珠。なるほど。あれ、なんか順番が違うな。ルパからささやきの耳飾りを入手っていうのがある、ね、溶岩の村。橋の近くにルパに放つテレパシーの魔法を使用して再度放つ。あれ、俺テレパシーなんて思ったっけ。テレパシーってどれ。リターン、テレパシー。あ、これか。あ、いた！てかすげえいっぱいいる。黒真珠ば手に入れたは手に入れたから。あ、溶岩の村って、でもリターンで、ま、帰れる。ちょ、待って危ねえ。リターンで帰ろう。ほい、これだっけ。これライトだし。これで、あ、ルーの住処もあるじゃん、溶岩の村。で、魔物になって、一応魔物だからね、これ。ルー、ルーか。どうせお前も魔物の手下なんだろ。俺を見張りに来たのか。約束通りアドルに橋は渡らせない。約束は必ず守るから、クロマントにタルフを返してくれるように伝えてくれ。だがアドルはきっと何度でもやってくるだろう。もう一度やってきたら俺はどうしたらいいんだ。どうしたらいいんだって言われても。あ、でこれでまた戻って、息子か魔物にさらわれた事情を知っていることを告げた。何？そうだったのか。あのルーはあんただったのか。知られてしまったか。見えなかった今。変身してんの。2日前のことだ。タルフ。父ちゃん。もうすぐここにアドルという赤い剣士がやってくる。アドルに橋を渡らせるな。言う通りにしていれば息子は返してやろう。あ、クロマント、あいつか。タルフ、ここでさ、町を制圧しないところがなんか優しいよね。やつはそう言って息子のタルフをさらっていった。村人たちの様子がおかしかったろ。みんなタルフがさらわれた経緯を知っているのさ。
あんたに恨みはないが、息子のタルフが魔物に捕まっている以上、ここを通すわけにはいかない。よし、息子を助け出そう。冗談を言うな、相手は魔物だぞ。いや、魔物がタルフをさらってまで足止めしようとしている剣士。まんざら、冗談でもないかもしれないな。よし、あんたに全てを任せよう。俺も力になりたいが、俺が下手に動くとタルフが危ない。村に危険が及ぶかもしれない。その代わりこれを持って行ってくれ。ささやきの耳飾り。そのささやきの耳飾りは俺の家に伝わる魔法の品。それをつけていればどんなにわずかな音でも聞き分けることができる。息子はおそらくどこかに閉じ込められている。どうかそれで息子を探し出してくれと。じゃあ装備をしておきますか。これですね、ささやきの耳飾り。集音能力を持つ魔法の耳飾り。どんな些細な音も聞き取ることができる。で、チャート的には黒真珠を入手して、あーなるほどなるほど、ささやきの耳飾りを装備して壁の割れ目を調べる。どこ壁の割れ目って、さっきのさ黒真珠があったところかな。ちょっとセーブしとこう。これはもう歩いていくしかないよね。多分その壁の地点に来ると音が聞こえるみたいなことになると思うんだけどね。もう1レベルくらい上げたいけど、まだ経験値半分も溜まってないからね。当分はこのレベルでここを攻略するしかないか。まあ、引っかかる。なかなか操作が難しいからね。微調整が難しい。基本斜めに突っ込んでいけば食らわないからね、このゲーム。で、ここ抜けて、要はこっちとは逆なんだよね、毒ガス地帯っていうのは。で、ここも左だっけ。下に降りて、ミニマップがね、あればだいぶ楽なんだけど。こっち側に出てきたけど、もう1マップか。で、こっち側、こっちこっちで、ここに硬いやつがいない。ここか、硬いやつがいるとこ。黒真珠ってさ、なんかめちゃくちゃ重要なアイテムだった気がするんだけど、こんなところにポコって落っこってんの。ここからカメレオン部隊が出てくるのか、確か。あ、そうだね。2体まとめて倒す。いや、何体倒してんだ。いや、全然ダメだ。経験値いって、やばいやばいやばい、危ない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 、いってってやばい、一気に半分減った。来るか、やばいやばい、やっべ、あいつちょっと回復する。150まで持っていくの結構かかりそうだな。ファイヤーの魔法もう少し来た、一発しよう。こうやって、おい、あ、倒せんなこれ。回復アイテム使うのもな、なんだしな。結構俺やっぱり取っとく癖があってね、なかなか使わずに終わっちゃうっていう。それは毎回どのゲームでも言ってるけどね、もったいない症候群、ラストエリクサー症候群だけどさ。よし、壁の裂け目みたいなのって
毒ガス持ってます。で、おう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 、毒になってんね。ポイズン、ポイズンってやつだよ。大丈夫、大丈夫そうだ。ロダの葉を加えれば。ちょっと溜めとこう。こいつなんか魔法あんまり効かなそうだから。上も何もないんだっけ。こういうところにとくなんか捕まってると思う。あ、もう一個行けるとこあったよね、ここ。あ、溶岩マンがいる。溶岩マンどれくらい経験、大して持ってねえな。こっち進んでいこう。なんか広いところに出てきた。あ、これか。岩の裂け目から中を覗いたが、中は暗くて何も見えない。あ、これであれか。これかすかに人の気配がする。アトルは大声で叫んでみた。タルフ、誰かそこにいるのか。おい、おいらタルフ、助けに来てくれたんだろう。この岩壁はめちゃくちゃ硬くて壊れそうにない。え、ね、誰かと話しているようだったの。何を、それがあればいいんだね。うん、わかった。おい、キースがね、黒い真珠を持ってきてほしいって言っている。それがあればキースの力でここから出られる。お願いだ、黒い真珠を探してきてよ。もう持ってるよ。黒い真珠持ってるの。じゃあその岩の裂け目から届くかな。もうちょい右だ。投げ込んでもよくね、別に。その辺その辺って。よし、届いた。今度は離れろって。外の兄ちゃん、危ないから離れててくれってさ。やったー。キースどこ行くの。どっか行ってしまった。キース、あ、なんか無理やりこじ開けたな。キース行っちゃったよ。なんか左なんか石板みたいな感じになってる。ありがとう、助けてくれて。キースがいたからちっとも退屈じゃなかったけど、もうここに閉じ込められて2日。さすがに腹ペコでどうしようかと思ってた。キースっていうのはオイラと一緒に捕まってた魔物、魔物だけど言葉とか通じる。一緒にいても全然怖くない。オイラよりずいぶん前からここに閉じ込められていた。キース魔物なのにおとなしい。あんな魔物もいるんだね。黒い真珠を見せると急に凶暴になって岩を崩したかと思うと外に出てった。何なんだろうねこれ、石ころにしか見えない。そうか、兄ちゃんがアドルだろ。オイラをここに閉じ込めた魔物の大将が赤毛の剣士を足止めするんだって古軍の魔物に言っていた。足止めってことはさ、結局突破されることをミスをしてんの。兄ちゃんのせいでオイラ捕まった。ま、いっか。ついでに村まで送ってよ。村まで送りますか。はい。岩壁に引っかいて刻んだ文字がある。ここへ閉じ込められてもう5日。俺もそろそろ年貢の目時かもしれない。昨日久しぶりに夢を見た。不思議な夢。夢には少女が出てきて神殿へ来てほしいと叫んでいた。俺にはその少女が伝説の女神とダブって見えた。あの夢がマサイ夢なら彼女の力になれないのか残念だ。俺はまだ死にたくない。これキースが掘った。暗くてよく見えなかったけどこんなこと掘ってたんだ。これ上行ける。こいつ、こいつリターンで帰れない。一応セーブしとこう。またあれ上から行くべき、ちょっと戻ろう。あ、ただ戻るとあれだよ、なんだっけ、毒ガス地帯があるから。こっちから行くしかない。これ大丈夫か、いつら。ちょっとやばくねえか。いって排除していこう。本当にあんまりさ動きすぎるとさ絶対復活しちゃうからね。ちょっと回復させてくれ。すまんな、君を守るために俺はもう身も心もボロボロだ。なんでちょっとずつ近づいてくんの。完全に回復してから生かしてくれ。なんか微妙に近づいてくるね。暑いのか。
いや、こんな魔物の巣窟だからね。とはいえこの子供は結構肝っ玉が座ってるからな。まあなんとかなるかみたいな感じでしか思ってなさそうだけど。これ守れだもん。魔物ためとこ、やっぱりダメージソースにはなる。ちょっと引っかかってんじゃねえかよこいつ。後ろから敵が来るとかってあるか。これちょっとダメればなんかすぐ巨大魔法になるな。これもういいんじゃん。タルコついてきてない。危ない、あ、危ない、危ない、一発勝った。やべ、大丈夫か、こいつ回復とかできんの。タルコに攻撃打つと、いない、え、そんなに。ここはついてきてねえよ。ちょっと待って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 、どんだけ。これは、あ、いる。狭いからな。あいつ あそこに引っ掛けとこう。敵を倒す先に。うわ、うまうま、ちょっと待って、来んな。なんか間違えてこいつに魔法打っちゃいそうだけど。引っ掛かるね。すげえ接近させないといけないから、引っ掛かってんだけど。よし、OK、行こう。あれ、これでまだか。あれ、もう村、あ、村だね。よし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 、溶岩の村戻ったぜ。タルフ、こいつ橋の門番は大丈夫なのか。よかった、タルク、どこも怪我してないか。一発食らったけどね。どこもなんともない。魔物なんか怖くない。強いな。お腹減った。そうかそうか、すぐ飯作ってるかな。あんたにはなんてお礼を言ったらいいか。責めるような言い方ばかりして本当にすまなかった。アドリ兄ちゃんが来てくれなかったらどうなってたか分かんなかった。お腹すきすぎて声も出せなかったかもね。ほんと感謝してるよ。よし、もう魔物が出てきたって好き勝手にはさせない。こいつらそんなに強いの。それでこそ父ちゃんハートと。さあアドル、急いでるんだろ、すぐに橋を架けよう。お、レベル上がった。やった、ちょうど1レベル分くらい上がったね。魔物に目をつけられている。オイラが逃げたのがバレないうちにこの辺りから早く離れた方がいい。この先をずっと行って洋館地帯を抜ければラーメン屋の村がある。橋は？橋を下ろすと準備はいいか。あ、そうだ、ささやきの耳飾りはあんたが持っててくれ。きっとこの先何かの役に立つこともあるだろう。この橋上がってればさ、逆に魔物も来れないよね。さあ、いいぞ、今のうちだ。よし、ということで、じゃあ、次回はこの溶岩の村から先へ進んでいきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。